きょ兄弟三3人に襲いかかりましたサルは4歳の男の子の頬に噛みつき7歳の男の子の腕をひっかいた後九9歳の男の子の尻に噛みついたということです3人は病院で手当てを受けましたがいずれも軽傷だということです中川市や隣接する福岡市南区では今年九9月以降住民などがサルに襲われる被害が相次いでいて警察が注意を呼びかけています